これをちょっとよく見て、今回発表されたのはソニーコンピューターエンターテイメントが東芝と共同で開発した世界最高水準の半導体を使った次世代プレイステーションです。コンピューターグラフィックスを活用した映画と同じ画質でゲームを楽しめるのが最大の特徴です。ゲームソフトに DVD を使うため映画や音楽も再生でき、ゲームと融合した遊びも可能になります。パソコンの数倍の処理能力を持ち、価格は数万円になる見通しで、日本では今年の冬頃に発売される予定です。ソニーコンピューターエンターテイメントでは AV 機器やパソコンなどのハイテク機器を統合し、娯楽を中心とした家庭用コンピューターとして全世界での普及を目指します。